山本太郎君、はい、生活のとうとう山本太郎と仲間たち共同代表山本太郎と申します、えー、質疑が質疑時間10分張り切ってまいりたいと思います、えー、資料の1なんですけれども今年の4月12日日本経済新聞の記事からでございます、えー、東電原発事故から5年が経過する直前のお話です今年の2月東京電力は原発事故当時炉心揚油 メルトダウンしているかどうかを判定する社内マニュアルが実は存在しましたと、その基準に従っていれば、事故発生から3日後の2011年3月14日には、メルトダウンを判断できたと発表いたしました東電が事故前に作った原子力災害対策マニュアルには、炉心損傷割合が5%を超えていれば、炉心余有と判定すると明記されていたそうです。 この公表があるまで、東京電力は、社内マニュアルのメルトダウン基準の記載を見落としていたために、2011年5月まで公表が遅れましたと、公表が遅れたんですと、そのように説明してきたんですよね。ある東電幹部は、この記事の中でですね、2011年3月11日の時点、2011年3月11日の時点で5、5%を超えると炉心要有だというメルトダウンの判断基準を、 長年のの仕事の中で知ってていいたと発言しています当時は事故対策要因として4号機の使用済み核燃料プールへの注水策などを検討しており自分は炉心要求を判断する立場にはなかったと説明をしています2011年3月11日の時点でメル,トダウンメルトダウンの基準を知っていた幹部が東電にたった1人しかいなかった わけがないですよねこれ、メルトダウン、組織的に隠蔽していたと見ることが自然でしょう。この大問題を徹底追及し、東京電力に公表させたのは、国でも、規制庁でも、国会事故庁でも、政府事故庁でもありません。この大問題を追及、そして公表させたのは、新潟県の技術委員会です。柏崎刈羽原発をどうししても動かしたい東京電力 柏崎刈羽原発を動かしたいなら、福島第一原発事故の検証をすべきだという新潟県。そのせめぎ合いの中で、新潟県が出させた情報だった。これ、国何やってるんですかって。規制庁何やってるんですかって。今年の3月2日、原子力規制委員会記者会見において、この問題について記者から質問された田中委員長の回答は、その原因を追及したことで、 何かポジティブなことが起こるというか、もう十分そういうことを踏まえて対応しているので、私自身はそこまでそういうことをやるだけの時間的余裕もないし、やって何か生み出すということでもないと思う、これはコメントなんですよね、記者会見は、こんなコメントをしちゃったっていう話なんですけど、規制,規制委員会、じゃあ、何のためにあるんですかって、メルトダウン、隠蔽の手助けしてるんですかって、それともただボケてるだけですかっていう話だと思うんですよ。 何のために規制委員会があるんですかって、ここに関して情報を出させたのは、新潟県だったっていう話なんですよね、えー。東京電力、現在このメルトダウン、東京電力にお聞きしますね。現在、このメルトダウン基準の隠蔽疑惑について、検証は行っているんでしょうか山口副社長、えー。お答え申し上げます。ま <laughs> まず、えー、新潟県の技術委員会におきまして 福島事故の総括と検証の一つとして、メルトダウンの公表問題について議論をしていた中で、事故当時の当社の通報、報告の情報発信の事実関係を、エビデンスも含めて改めて調査、確認をしておりました。その過程で、当時のマニュアルに炉心用油の判定基準の記載があったことを発見したものでございます。事故当時のマニュアルを十分に確認せず、これまで炉心用油の判断根拠、 判定基準がないと説明をしてきたことは誤りでございまして、改めてお詫び申し上げます。詳細は現在第三者検証委員会にて調査をいただいているところでございます。調査結果が出ましたら、それも含めまして、踏まえさらなる改善に努めてまいりたいというふうに思ってございます。以上でございます。山本太郎君。はい。今東電が東電からお話があった通りなんですよね。これ東電が第三者検証委員会を設置したわけですもんね。そうですよね。 設置したのは東電なんですよ、ここに問題があるんじゃないかっていう話だと思うんです。えー、資料の2をご覧ください、今後の検証の進め方となっています。えー、今回、東電が設置した第三者検証委員会が、客観的な検証を行うそうなんですよ。これ、下の方にね、委員と書かれた部分があると思います。委員と書かれた部分で。上から2名の弁護士の名前を皆さんに覚えていただきたいんです。この2名、何なのかって話なんですけどね。 えー、なんですかね、えーつぐえー、情報を隠蔽しようとしたのか、データにドリルを上げたっていう事件がありましたよね、ドリル優子とも呼ばれていました、小渕優子さん、この小渕優子さんの第三者検証,委員あの検証委員会のメンバーでもあったわけですよ、この2人、この2人の弁護士の方ね、これ、名前覚えていただけました、皆さん、じゃあもう1枚おめくりください、資料3、あれ、さっきと同じ名前ありませんこれは 国会事故庁への東電の対応に関する第三者検証委員会の検証結果報告書。今から三年前です。東電が設置した検証委員会。そのときの委員も同じ二名の弁護士が担当している。この一点だけでもおかしくないですか前に検証委員会立ち上げたメンバーが今回もその検証委員会、それを設置したのは東電で、それを選んでるのも東電。おかしすぎますよね、こんなの。 話戻りますと、この国会事故庁に出された検証結果報告書は、東電が国会事故庁に対して虚偽の説明をしたかどうかの内容なんです。肝心の検証結果は、事実に反する説明をしたのは、勘違いに基づくものだ。故意ではないし、組織的関与はない。こんな報告がされてるんです。ずいぶんと自分たちに優しいメンバー揃えて検証してません、これ。100歩譲って。 それが事実だということにしても、第三者検証委員会設置しましたと言いながら、おなじみのメンバーですよ、これありえませんよ、誰か突っ込んであげてくださいよ、これメンバー変えるべきじゃないですかってお話なんですね、第4回、新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会、これ、吉川委員って方がこんなことをおっしゃっています、検証委員会の人選について。 技術関係者が、東電社内だけだと、司法の方だけだと内容が分からず、東電技術者の説明するトーンも合わせられる可能性もあるので、なんでそういうふうになっていったのか、第三者委員会に技術者も入ってもらい、経緯がちゃんと分かるようにしていただきたい、こうおっしゃってるんですよ。お友達の弁護士だけじゃない、お友達ではない技術関係者などを入れないと、検証なんてできるはずないですよね。 自分たちを検証する人間を自分たちで選べるなんて、東電やりたい放題じゃないですか、これ、ありえないでしょ、なんで何も言わないんですか、規制庁、時間ないしね、ポジティブでないし、やりたくないのは3月2日の田中委員長の記者会見の発言で十分理解しました、けれども、監視して指導するというのが、規制庁のお仕事ですよね、これ、エネ庁に丸投げなしですよ、2月に東電からこの話を聞いて、そのままエネ庁に丸投げですよね、これ。 第三者検証委員会の人選からやり直すべきだと思います、いかがですか。大村緊急事態対策官 答え申し上げます、まあ、あの本件はあのまあ事業者内部の判断やまあ対外連絡の問題ということがございますので、あのまあ原子力規制委員会といたしましては、これについてあの特段の,あのコメントをする立場にないというふうに考えてございます山本太郎君。言ってることおかしいと思いません何の事故も起こしてないような一般的な事業者であるならば、その話は通用するかもしれないけれども、これだけ。 この国を巻き込む大事故、でどれだけ税金投入されてるんですか、この東電に対して、何のために規制庁いるんですかって、監視するんでしょ、こういう事業者を、そのためには絶対に必要なんですよ、とにかくこの検証委員会、この検証委員会のメンバーをもう一度、これ、シャッフルする以外ないんじゃないですか、中身入れ替えるしかないですよね、技術者入れるべきですよ、で、えー、もう一つ言いたいのが、えー、もう一枚おめくりいただいたら資料ですね。 えこれはですね、メルトダウンの基準が実はあったんですよということを報告する内容になってるんですけれども、その真ん中あたり、ごめんなさい、線引いてなくて、こう書かれているんですね、まあ書かれている内容は、事故当時の経緯を説明する中で、上記マニュアルを十分に確認せずに、路心余有を判断する根拠がなかったという、誤った説明をしており、深くおわび申し上げますって書いてあるんです、これ、誰に対してって、新潟県の技術委員会に深くおわび申し上げてるんですよ。メルトダウン各で謝らななきゃいけないけのは 福島県の皆さんに対してであり、そしてこの国に生きる皆さんじゃないですか、どうして深くお詫びするのが新潟県の技術委員会なんですか、技術委員会にこれ、とにかく再稼働させるためだったら、何でもするっていう、これ、テッぽコの現れじゃないですか、最後に聞きたいんです、社長さんに、このことも含めて、そしてこの第三者委員会のメンバーの選定のやり直し、技術者を入れた上で、大お友達じゃなく、 第三者明らかな第三者を含めたこの、えー、検証委員会の再構成をお願いしたいんですけどいかがでしょうか、社長さん,社長さん山口副社長。今回の検証は、関係法令をはじめといたしまして、事実の認定とその評価をすることと、原因分析が主眼でございますので、独立性の高い法律の専門家をお選びしまして、そのお願いとしましては、社会における 第三者委員会の優れた取り組みの事例も踏まえた上で、これと同等以上の客観性、中立性を持って検証していただくというようにお願いをしているところでございます。私どもは第三者評価委員会のご指摘に従って十分改善を進めてまいりたいと、かよう,うに考えているところでございます。以上でございます。山本太郎君、はい、ありえない話でした。ありがとうございました。